1>, 全国1億2000万の隠れ目株員の皆さんごきげんようごきげんようにゃトランスフォーマーは好うちわ割とトランスフォーマー派の人来ないのよねで今回は今回はイーストウォーズネオからハードヘッドよ見たことも聞いたこともないメカブチャンネル,ンネルアマゾンプライムビデオに ビースト覚醒が来ているわレンタル400円よ。映画公開時新宿にコンボイやビーストコンボイが置いてあってものすごく心の中で盛り上がったのだけどわざわざ見に行っていたものね無駄な予習動画まで作ったわ本当に無駄だったやつねちゃんと感想動画も作ったのだけどサムネイルでボケすぎて伝わらなかったりしたわいやサムネイル直しなさいよまあそんなわけで結構微妙なビースト覚醒なのだけどレンタル400円ならバチも足らないでしょう おすすめの仕方が微妙すぎるそんな感じでビースト熱が盛り上がったところで手持ちのビーストウォーズガングネタをやるわハードヘッドハードヘッドは日本版ビーストウォーズビーストウォーズネオに登場するデストロンの陸戦隊長ビーストモードはパキケファロサウルスハゲっぽいトップの周りにボイボツキという校長先生とかフランシスコザビエルっぽい恐竜ね全国の校長先生に謝れ大のボットのリデコなのだけどメタリックパップルに。 ミントグリーン。ザビエルっぽいヘッドはシルバー塗装。もはや、恐竜は派手だった説に乗っとっても、これはないだろうというカラーね。アニメは見たことないけど、ネットで探したらこんな感じらしいわ。見たことのないアニメのガンをなぜ買うだからのトランスフォーマーガンは、完成度がめちゃくちゃ高いので、とりあえずパッケージ見て気になったら買うべきなのよ。なんじゃそりゃ。特に低価格帯がいいわ。トランスフォーマーはあんまり高いの買うと精細だからね。当時価格700円から3000円ぐらいが狙い目よ。 私は、変形変形トランスフォーマーの、ジェットローンをしね。HG キット買う値段で、まず壊れない頑丈さのペイント済みトイを、しかも絶妙なアレンジ。はいはい。さっきも言ったようにこのハードヘッドは、大のボットのリデコね。ええとリデコって出した。リデコレート、成型色変えたり、ちょっとパッツ変えたりした。ガンムね。ダイのボットは人気のトイでリデコが多い。デーストウォーズ2では、スラストール、デーストウォーズネオでは、このハードヘッド。 そんなに見た目良くないのに、人気なのはプレイバリューゆえかもしれないわ。パキケファロサウルスにハードヘッドって名前つけるセンスがえぐいわ。さすがの宝でしょう。褒めてない。ハードヘッドの変形。変形は、恐竜の脚部が、ロボットの腕部に、恐竜の胸部に抱えていた謎パッツを伸ばしてロボットの脚部になる感じね。恐竜の頭部は、ロボットの胸部に、腕の位置がくるっと変わるとか、見栄えの良い変形をするわ。シレットはそんなに良くないし。 肉抜き穴ももついけど頑丈でガシガシ遊んで壊れないのはポイント高いわ部長はほんとキットは固定派だからといはガシガシ動くのがいいのねこういう感じのガーランド欲しいわうっ高級玩具のガーランドの方の破損を思い出して辛くなるのをよしなさい授業のガーランド肩破損症が悪化してきたわその話はいいからハードヘッドのビーストモードこの人小バカにしたような顔が特徴ねこれ軽くイラっとくるフェイスね 口を開閉すると頭部がポコポコ稼動するわ。うわ、ぶこんなもので笑わされてしまうとは。個人的にはこの胸部分にロボットジの足を抱えているのは好きになれないわ。確かにそんなところに足を抱えた恐竜はいないわね。でもまあこの時代のトランスフォーマーはそういうの気にしちゃダメなので諦めるわ。諦めがいいわね。後ろ姿はかなりいい感じよ。うなじのラインがいいにゃ。ロボ頭部が通過する場所にミントグリーンの蓋があるにゃ。 ロボット時の片部分になるので足の付け根が横に張り出しすぎているのが気になるけどメタルパップルとミントグリーンで塗られた恐竜捕まえてここがおかしいと言ってもせんなくことなのよねトランスフォーマーに関しては細かいこと言わない女だなトランスフォーマーの設定はリアリティをを女言うのは無駄だものガンムとしての完成度で評価するしかないわロボットモードまず顔がちゃんとまとえよほんとだ顎があんまり引けないのが残念だけど ポーズも結構決まるわ。前から見ても、後ろから見てもマっシブで、見栄えのする体型よ。個人的には足の設置が悪そうなデザインなのが、ちょっと気になるけど、かかとを展開できるので、トイとしては、設置十分で自立するわ。母、トイとしての完成度はひたすら高いのね。最初の台のボットは1997年発売。この頃はフリップをザブルトイがもう定番か。膝裏とか、これでもくらえ。って感じで、ボールジョイントは丸見え。 肉抜き穴も丸見え、まあこれでオケー。という態度なのが清々しいわ。はぁ。前に、わずかの動画作ったのだけど。あ、はいはい、人気なかったやつね。あれとかは、完全ながわっ変形で、ビーストモードでは動く場所もほとんどないのだけど。ハードヘッドは、ビーストモードでも、ロボットモードでもよく動くので、プレイバリューも高いわ。プレイバリューは、確かに満足感に繋がりそうね。白尾はこれ。特筆事項 この尻尾部分が取り外して手持ち武器になるのだけど、このスイッチを押すと、ぐるんぐるん回るのよ。シャコシャコ押せばぐるんぐる回る。ええ。特にどうでもいいと思っているでしょう。<laughs> ちょっと回してごらんなさい。ぐるんぐるん、ぐるんぐるん。あ、これ地味に面白いわ。でしょう。なんかハンドスピナー的な中毒性があるわ。いや、ハンドスピナーは100均で売ってるわよ。これ、回る部分がシールドで、中にサーベルが内蔵されていて、取り外して、別に持てるわ。 ビースト・ウォーズネオは見たことないのだけどビースト・ウォーズの台ノボットは常にこれぐるぐる回してたから印象強いわ確かにそれだと自分でぐるぐる回したくなるのも分かるわトランスフォーマーの凄さとにかく頑丈なのよ適当にガシャガシャ変形させてもまず壊れないわそしてこれリデコなわけだからマずトイがあってからアニメに出てるわけよはいはいそうなるわよねトランスフォーマーって歴史的に ミクロマンやダイアクロンのトイをアニメにしたのでガング優先なのよねだからトイの出来が良いのは確定でそれがアニメで動くわけよ母ははゼータガンダムがデザイン優先でガン化にめっちゃ苦労したって話があるけれど 2D の嘘いっぱいあるデザインだものにゃ先にガンがあったらそんな問題は出ないでしょうそりゃそうだゼータガンダムは40年近くかけて異調整の繰り返され今すごい着地をしてるのでデザイン優先も悪くはないなと思うのだけど母はは 今で例えが頑丈でガシガシ遊べるって重要じゃない。言わんとすることはわかる。結論。ハードヘッドは頑丈でいい。いや。そんなわけでメカ部では、たまにはトランスフォーマーを使います。なぜかうちでは人気ないのよね。リアルロボット系ではないからね。宇宙人だし、デモトイは頑丈だし、キットは見栄えがいいしで。私あの高いアーシーか、ウィンドブレイド買って塗りたいのよ。低じゃまず見つからない。 でしょうね代わりにエリアル塗ったんだけどねへえどうだったの髪の毛が苦手なので髪の毛ないロボがいいですあはいそろそろ締めるのにゃせーのトランスフォーマー,ー,マーモアザンミーツ試合一方その頃メカ部ではメカの動画を投稿しています見逃さないようにチャンネル登録してメカ部員になってね最安値のメンバーシップもやってます お金をドブに捨てるゆき、ありがとうございます。LINE スタンプもあるのにゃ。せっかくだから、たまには、古い動画も見てってね、瞑想してて面白いわよ。では次のメカブの時間、メカブチャンネルで。メカブチャンネルで。